さあ TBS ラジオアフターシックスジャンクション、ここからは知らないことを知り短時間で自分が変わる体験をお届け、特集コーナービヨンドザカルチャー。今夜の特集はデュシャンコレクション開催、美術史を変えたデュシャンの超絶さじ加減を見るのではない考えるので特集 by 山田五郎さん。はい、便器とかね、あれですよね、日比さんがわざわざね、はい、パリの、ね、ポンピドゥに見に行ったらなかった便器見に行って探したんですけど上野にあったっていうね、はい、便器、車輪、ひびの入ったガラスなど、一見ただのガラクタの作品で芸術界に衝撃と変革をもたらしたマルセル・デュシャン、没後50周年の節目、かつ東京国立博物館でデュシャン展開催中のこのタイミングでその作品について評論家の山田五郎さんに解説いただき考えていくという特集です。ということで山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、もちろん山田五郎さん、 TBS ラジオでは荒川京慶デイキャッチ、木曜デイキャッチャーとしておなじみでございますが、はい、当番組はアフターシックスジャンクション初登場ということで初めてです、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ改めて山田五郎さんご紹介を日比さんからお願いします。はい、ご紹介いたします。山田五郎さんは大学在学中にザルツブルグ大学に留学、西洋美術史を専攻されます。講談社に入社後、ホットドッグプレスの編集長などを務め、退社後はテレビタモリクラブにお尻評論家として出演したのをきっかけに、さまざまな番組のコメンテーターとしてご活躍されています。はい、ちょうどこの番組の準備をしているときに、はい、デイキャッチャーの その、うん、おしゃべりの部分も、はい、配置をしながらという感じで。あ、そうなんですか。なので、はい、毎週申し訳ない、いやいや、毎週見起こし、いや、とんでもない、毎週お会いしている感じがどうして、ね、してしまいますという感じでございます。はい、はい、ということで、山田さん的にそのデュシャン触れたっていうか、最初に触れたのはいつ頃とかってご記憶ありますか？高校の頃だと思いますけどね、うん、それから1970年代って難しいことブームでしたから、うんうん、難しいこと言えば偉いと思ってましたから、うん、なるほどなるほど、はい、でそれでデュシャンに出会って、はい、今日その頃買ったのないかなと思ったら、はい、これがありましたね。もうヤニと日焼けでボロボロですけどね、マルセル・デュシャン表彰の美学、はい、これ当時で4500円もしてるんだよ。じゃあ学生にはめちゃめちゃちょっとめちゃくちゃですよ、はい、LP2800 円ですら、うんうん、死ぬ気で買ってたんですから、はいはいはい、そんな時に4500円出してでも欲しいと思うぐらい好きだったんだなと、うんうん、中身何にも覚えてないけどね。やっぱりこれ難解な書き口なんですか、これ。難解ですね、うん。すごい想定かっこいいですね。その当時のね、まあそういう、はい、そういうのも含めて難解ブームだったんですよね、うん。なるほど。70年代は難しいことブームって、それがすごい分かりやすい説明で最高です、ね。はい、ありがとうございます。でさらに今夜はもう一方、強力な援軍がいらしております、はい、アフターシックスジャンクション岡海学園、失礼しますが、そんな失礼な方ない。ありがとうございます。お世話になってます。デュシャン展をまさに日本に持ってきた人でございます、東京国立博物館東博の松島正人さんです。いつもお世話になってます。よろしくお願いします。お願いします、はい、あ、松島さん、何もうおなじみなのこの番組。何回か僕が前にやってたそのウィーケンドシャッフルっていう番組の時からなんか、はい、岡海学芸員ってね、失礼な呼び名で、はい、はい、守備範囲ひどいですからね。今日は五郎さんの、カバン持ちとして、いや、よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、はい、東京国立博物館でデュシャン展ってかなりイレギュラーな開催じゃないですか。そうですよ、うん、なぜなんですか、うん、東博とフェラデルフィア美術館っていうのは、はい、もう100年以上の、交流を重ねてるんですね、うんうん、はい、であちらから東博でデュシャン展を開催したいっていうのも切望されてきてるんです。で実は世界中から、ね、この没後50年っていう節目の年にオファーがある中、うんうん、ですよね、東博でという、うんうん、でそこで東博は東洋のね、日本と東洋の古美術を展示する館ですので、デュシャンと合わせて日本美術を展示したいと実は私かねてからしたためてきたものなので、うんうん、はい、もう館内的に一生懸命プレゼンして、はい、説得して、うんうん、理解を得て、うんうん、展覧会が開催できることになりました。東博さんがね、その日本美術や東洋美術をフィラデルフィアに貸してきたから、うんうん、はいはい、今まで、ああそういうことか、うん、そのあれがあって東博で典型的な部分もあると思います、はい、はい、うんうん、近代美術館とかね、みんな ねどうしてうちやないんだって怒ってますよ。時短だ時短だ踏んでね、はい、そこは私からは何もねえ、まあでもその後ほどちょっとその東博でやる意義というか、その松島さんなりのコンセプトの部分も後ほど
伺っていきたいと思います、ね、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、まあ、個別の作品についていろいろみたいなのはでも僕この間、ま、実は松島さんのご案内好きでですね、うん、最高の贅沢などんだけ富豪なんだっていう感じで拝見してきまして、はい、でも僕全然後素人なんで、はい、あんまりその実は便器の人でしょうぐらいの浅い理解で言ったんですけど、まあ、でもそうでしょう、うん、それでいいですよ便器の人ですよ、うん、でめちゃめちゃでも松島さんの説明もあってすごい面白かったです、はい、これ好きみたいなのもあって僕、うん、デュシャンってすごいチェスの名手でもあってっていう、はい、でそのチェスのこのなんていうんですかね彼なりのこう解放なんですかね、はいはい、うん、オポジションと対応するマスは和解するっていうこれがすごい、はい、これに痛く感銘を受けました、 した、うん、僕はこれがこのイズムにやられました、ね、普通になんかチェスの連載もやってたんですよね、うんうんうん、あそんぐらいのあれなんですね、うん、新聞に、うん、普通の日本の新聞にもあるような将棋の連載あるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じで普通にチェスの人として連載したりしてましたからね、うんうん、なんかでもそのチェスの名人でっていうのを考えるとそのチェス盤の上になんかその重なった時間みたいのがあるみたいなのを彼は見てるんだろうなみたいのが、はい、今回その作品を連続して見ることで、うん、あなんかきっとそうデュシャンの頭の中を見る感じっていうか、うん、この作品だっていうのでなんとなくこうグッときたんです。さんねデュシャンの思うツボですよこういう風に深読みしてしまうことでね、はいはいはい、そこですこのさじ加減ってことですね、はい そ, うです、はい、そこがデュシャンたるやんそこがデュシャンなんですよやられたしてやられた、はいはい、といったって愛媛さんも見てきたんですもんね、はい、私も行ってまいりました、うん、デュシャンってやっぱり私も便器な人ってイメージだったんですけども、はい、絵画もあればよくわからない作品もあって、はい、いろんなデュシャンとか本当にデュシャン一人の人って思ってたんですけど、うん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 、展示をこう見ながらこうなんでこういう風になってったかっていうその軌跡をはっきりとこう見ることができたので、うん、納得というか観点 の, この移り変わりというのは非常に勉強になりました。今回そこ大きいですよね、うん、便器以前、うん、からまだ絵を描いてた頃のデュシャンの作品がちゃんと展示されてる、うんうん、あれだけねしっかり絵画作品お見せする、うん機会ってなかなかないと思うんですよね、うんうんはい、フィラデルフィアでもそのまとめてそんなに出るもんでもないみたいな、ほとんど出て常設はされてますけど、うんうん、いっぺんにあれだけ十数点来てるのは珍しいと思います。非常に貴重な機会、うん、でこの間パリ旅行されてポンピドゥセンターにポンピドゥ行ったら泉ないかなと思ったら、うん、便器なくて便器ない、うん、でわざわざ海を戻ってきて上野に見に行くという、もうよくあることその便器この便器海を渡って便器に右往左往するって感じこれもやはりデュシャンのデュシャンの思うツボ、思うツボ。またね今回便器に関しては大騒ぎで運んできてるんだよねあれをアートを運ぶ専門のね、はいはいはい、運送会社が厳重に梱包して運んできて、はいはいはい、でしかもガラスの中に展示されてるでしょもう思うツボでしょデュシャンのそのあたりちょっとどのね、絶妙のさじ加減でどう踊らされていくのかというあたり、はい、キャリアを振り返つつ彼のキャリアを振り返つつちょっと伺っていきたいと思います、はい、ということで最初のパートいってみましょう。参ります。デュシャン、画家とは違う方法で芸術家になるまでを考える。うん、はい、ということで今ちらっと出ましたけどまず、松島さんの方から画家時代のデュシャンというか画家としてのデュシャンについてちょっとご説明お願いします。はい、デュシャンはフランスの、ま、北部で生まれた、はい、人なんですけども、まあ、1887年に生まれて68年に亡くなったのでちょうど本年が今年が没後50年っていう節目の年になります、うんはい、で、アメリカには途中帰化するんですけど、はい、1902年油彩画を描き始めるっていう、はい、その、15歳ですかね、うんうん、ぐらいから始めるんですけど、はい、その作品から、見ていただいていると、うんうん、で11年12年頃にパリのキュビズムグループの一員として名を挙げます。で兄弟上の2人もキュビズムのグループに入ってたんですけど、うんうんうん、そのグループに入ります。で1913年にアメリカのアーモリーショーという展示で階段を降りる裸体ナンバー2という作品が問題作となってアメリカで一躍有名になります。これなんで問題作になったんですか。変だから。変だ、変な絵だから変な絵だ、はい、キュビズムの中でも変だったっていう、ちょっと、まあ、変な絵ですね、うんうんうん、その前にこれデュシャンそのフランスの方のキュビズムのグループ、まずこのさっきね松島さんがお話しありますけど、デュシャン三兄弟、団子三兄弟みたいな、はいはい、デュシャン三兄弟でやってたんですよ、はい、で、うんうん、ピュトーっていうパリの郊外のところにこう
帰るあのアトリエを構えてて、はい、でキュビズムっていうとピカソとブラックでしょ、うんうん、でこの人たちは洗濯船っていう安下宿、うんうん、バトーラボワールっていうところでいたわけ、うんうん、でバトーとピュトーっていうんで、はいはいはい、こう2大グループの片っぽとしてやってたわけ、うんうんうん、でそのお兄さんたちがやってる展覧会に、はい、お兄さんたちがやってるっていうかお兄さんたちが参加した展覧会にデュシャンが、うんうん、この階段を降りるラフを出した、はい、ただもうその時点でこれはあかんと、うんまあ、グループからもうあの批判されてお兄さんからも題名変えろとかいろいろ批判されるんですね。これその要はキュビズムのなんかこうイズムからはみ出ちゃったってことですか、うん、そこがねちょっと今の感覚で謎ですよね、うんうん、何がはみ出たんだろうみたいなことを、うん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 、で多分これはもう僕の完全個人的な意見なんですけどもね、その当時キュビズムってこれフランスでしょ、はい、イタリアに未来派ってやつらがいたんですよ、フットリスモっていうやつらが、はいはいはい、でこいつらは、うんあのスピードとか、うんうん、速度とかね そういうのを、はい、かっこいいと思うやつ、つまり時間が入ってんの、はいはい、でキュビズムってあんま時間入ってないのよ、ほうほうほう、だけど階段降りるラフって時間入ってるでしょ、はい、こう時間の感覚が階段が降りてくる様がこう連続写真みたいな形、ねはいはい、そこがねこれキュビズムじゃなくてフットリスモじゃないかみたいなそういうイズム論があったんじゃないかと呼んでるの、はい、なんならもうデュシャンはそのイズムが大嫌いになるんですよね、おうおう、そこからそれでうんざりしちゃう、うんざりしちゃって、でもアーティスト嫌だって言ってなんか図書館の会員になっちゃうんですよね、師匠になるんですよね、ああ結構ふてくされちゃった、うん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 、でまあその、まあ、作品をある意味きっかけに絵画をやめてしまう、放棄してしまうっていう流れになるんです、はいはい、でも絵画はやめてもう絵は描くのは嫌だと、もうめんどくせえから、うんうん、でもそうじゃない形でアーティストになってやるっていうことなんですかね、っていうことなんですよね、はい、うん、じゃあ絵を描かずにじゃあアーティストになる、うん、というのはどういうことなのかというところで、はい、まあ、デュシャンは何をどう表現したんでしょうか、ニューヨークに渡って、まあ、それ以前にももうあの制作はしてるんですけど、うん、レディメイドっていう、まあ、作品、芸術作品を、まあ、生み出してしまうわけですよね。レディメイドとは、まあ、既製品です ね、 直訳するよね、もともと服飾の言葉でのレディメイド、オーダーメイドに対する、ね、でもうそこにある要は、大量に生産された工業製品を、うん、デシャンが選んである意味、展示室っていうその普段使っている場所、うん、階層位層から意味を剥奪して展示しちゃって、うん、そこに新たな意味を作り出す、うん、そういう、まあ、説明になると思うんですけど、ある意味そこでそれまでの芸術の考え方を大きく変えてしまったっていうことですね、うん、もう作るっていうプロセスをもう関与せずにっていうことですかね、うん、そうね、だからそれさらに言うと、うん、アートっていうのは作品じゃないと、うんうん、ああ置き場所とかみんなその例えば絵だったらねその物体だと思ってるでしょ、うんうん、その絵の物体が作品だと思ってるけど違うと、うんうん、それはコンセプトだと、うんうんうん、この便器をここに置こうと考えたこの発想が、うん、つまり作品なのである、うんうんうん、これ言っちゃった、なるほど、うん、だからそのもともとその芸術っていうのがまとってたそういう権威とかもひっぺがすというか、うんうん、本質はこうでしょっていうのを、うん、便器っていうかそういうもので自転車とか、うん、そういうものでこうやっちゃったっていう感じですかね、多分この自転車は本人も言ってるんだけど、うん、別に意識してなかったんですよ、単に自転車の車輪をこのスツールの上につけてみたら、はい、面白かったからアトリエにずっと置いてて時々回して遊んでたっていうだけのもんなんですよ、もともとあのね、レディメイドで有名なその便器、うん、泉より前にもう、はい、あの作られてるんですけど、うん、アートとして作ったっていうよりはもう自分の楽しみのために、楽しみのために作ったんですよね、だけどその後その便器とかでね、はい、あのデュシャンのレディメイドって言われるとこれがレディメイドの元祖みたいに持ち上げられるわけですよ、うんうん、でさらにこれくるくる回すじゃない、うんうん、とそうこの動く彫刻、はい、キネティックスカルプチャーの元祖みたいに言われて、はい、美味しいなみたいな、つまり本人の意図を超えて価値が上がってっちゃう、どん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 ある意味日本でも特にそうでしょうけど神格化されてるんじゃないかな、価値が後からやってくる、これがデュシャンマジック、でもまさにデュシャンが言った通りですよね、つまりその作品そのものが価値っていうんじゃなくて、うん、コンセプト、コンセプトだ、発想だし、もっと言えばコンセプトそのものも用意しなくても勝手に鑑賞者とか批評家とかが意味付けしてくれればもうそれアートじゃないっていう、そこがうまいの、だから泉はそれをある意味意図的にやった、うんうん、まあ、一連の事件だったっていう
ことなんで、ね、作業なんですね、はい、だから、まあ、ここに R マットっていう自分じゃない人のサイン架空の、うん、あの人のサインをつけて、それもすごいですね、でわざと展覧会に出すんですよ、うんうん、でそうするとなんじゃこりゃみたいな隅に置かれるじゃないですか、でその展覧会自分が審査員なんですよ、うんうんうんでね、そういう委員の一人なのに、はいはい、名前を伏せて出して、わざと粗末に扱われてるのを見て、うん、これはおかしいみたいな文章を新聞に出すわけです、うん、自分の本当は自分のあれの用語を出す、はいはいうん、完全な自作自演でかつ炎上商法、はいはい、なるほど それでこう実は僕のですよって、あこれいつバラしたんですか、これはだいぶ後ですね、へえ、そうなんですか、はい、1917年ってなってるけど、はい、オリジナルはだいぶ後、はい、まあ、あのその新聞に書いたりなんかしてガチャガチャあったり、はい、こう一連の事件の後ですよ、はいはいはい、その事件含めて作品、うんうんうん、なんかその1917年にしてその後のポップアート的なものの先取りっていう感じがするんですけど、しちゃってますよね、うん、いろんなことを先取りしちゃったんですよ、うん、あとご本人がそのトリックスターな感じとかも先取りでしょ、アンディ・ウォーホルにつながるやり方ですよね、これ。だからそのでね、あの僕その拝見した時に志麻さんが、はい、まあ、皆さんねデュシャンテンだってこう来て、うん、このベンキーのあれをこう横から見たり、こう、こうやってこうな眉間にしわ寄せて、うーんってこう見てるんだけど、いやいくら見てもベンキーですからっていうなんか それもやっぱりそのなんかデュシャンのちょっといたずらっぽいとこっていうか、はい、あの手のひらって感じですかね、それもね、手のひらですよ、2018年の日本の、はい、2018年の日本のやっぱり観客さえやっぱりね、やられてしまう、やられてしまう、でそ時代を考えるとあの本当はもっといろんな背景があって、はいはい、1917年でしょ、はい、ロシア革命の前後じゃないですか、ええ、でこの頃共産主義大ブームなんですよ、うんうんうん、で芸術作品っていうのはブルジョアのもんだという、はいはいはい、ブルジョアの文化だといってそれを否定するムーブメントがあるわけ、はいはい、でそこにあえてその価値を破壊するような、うんうん、大量工業生産品をぶち込むっていうのは、はいはい、そういうちょっと思想的な、あー、なるほど、意味も読んでもらえる、読んでもこのちょっとね後ほどさじ加減のところにもつながるけど、やっぱそのデュシャン自身にはそんな思想性ないと思うんだ、ないと思いますけどね、そうですか、ね、でもそれは考えてるとは思う、そのなんていうんですかね、読ませる幅を持たしとくって感じでしょうか、うん、そこですよね、で言い過ぎ、つい言いたくなるじゃん、それ自分全部ね、うんうんうん、今の作家さんも全部細かく、うんうん、あのプレゼンされる人多いと思いますけど、こういう意味でっていうのはね、やっぱモダンアートはね、その文脈踏まえてなんぼっていうのがあるからですからね、なんだけどその文脈の幅の持たせ方がうまい、うまい、ちょっと後ほどのねこれさじ加減の話、うまい、はい、ちなみに、山田五郎さんお好きな作品ってありますか、デュシャンの中で、あのトランクの中の箱ってやつですよね、うんうん、ま、なんですかこれ、あのマルセル・デュシャンまたはローズ・セラビのあるいはによるトランクの箱、はい、の中、このタイトルの付け方ね、また、うんうん、タイトル要するに作品あるものに対してタイトルの付け方のその偏差でまた意味を生み出して、ね、このよく分かんないタイトルね、うんうん、あの彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえも、さえも、さえも、この、 あの、トランクの中の箱っていうのはどういう作品なんですか、はい、これあのデュシャンのそれまでの作品の69点のミニチュアがトランクの箱の中に入ってるんですよ、うん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 、大ガラスとかもこう、はい、セルロイドみたいなのね、はいはい、再現して、うん、これすごいまず物として可愛いですよね、可愛いでしょ、うん、ここよ、ここ、うん、これがうまい、これ非常にそのコレクティブマインドをくすぐるでしょ、はいはいはい、欲しいと思っちゃうじゃないですか、だからデュシャンは物には意味がないって言ってるんだけど、はいはい、やっぱり意味があるんだよ、ああ、そ, ね、そういう物そのもののフェティッシュみたいなのもある、物そのもののフェティッシュがあるから欲しくなるわけじゃないですか、うんうん、でこれで作るのに必死なんだよ ねデュシャンは、いろんな材料とかその印刷の職人さんとかもかき集めて、はいはい、でまあ、ある意味自分の手は使ってないですよね、ああまあ、あそうか、そうか、だから今だからそういうその例えばフィギュアメーカーがものすごく精巧なフィギュアとかジオラマみたいのを発注して、まあこれいくつ作ったんですか、これって何個かあるんですか、これ、これ限定がいくつかで普及が300セット、普及が300
で東博に来てるのは普及版です。普及版でもその、はい、もう要はアート作品って一個一個のその唯一性がその、はい、なんか大事なのかと思ったらそれでもない。もういやそれを否定してするけど、でもここにはある種の唯一性はあるわけじゃない、うん、まあそうですね、やっぱその手触りあるじゃない、はい、このね、高級版、うん、プレミアム版は事実のその署名とか文字とかがあるんですよ、ね、はい、でやっぱ所有したくなります。僕やっぱこれ見た時にあ松島さんこれ怖いですね、いくらですかみたいな、なんですよ、はい、だから所有欲をくすぐるということは物としてのフェティッシュがあるっていうことで、はいはい、それは作品自体にやっぱり意味があるじゃないですか、具体としてね、あの泉の便器もその、うん、ちょっと他にも便器いろいろあるだろうけど、他にもある中でこれを選んでるんだもん、だから編集は入ってんですよ、うんうん、はい、あ、ちょっとここで一発ね地震速報が入りそうなのでちょっと、はい、速報でお伝えします。地震の情報です。先ほど午後8時15分ごろ茨城県沖を震源とする最大震度3の地震がありました。茨城県沖を震源とする最大震度3の地震がありました。震度3を観測したのは水戸市、日立市、常陸太田市、笹間市、水戸市、日立市、常陸太田市、笹間市です。地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。以上、地震の速報をお伝えしました。はい、ということで地震の特集ちょっと戻りまして、はい、ま、あの松島さんお好きな作品としてあの秘めた音でっていう中に何が入ってるか分かんない、ね、あれとかの話も面白いです。これぜひちょっと、まあ、皆さん地震って見に行っていただいて、ね、はい、という感じなんですが、さらにじゃあ先、はい、進んで、はい、何でしょうか、なんか情報が、あ、失礼しました、はい、失礼いたしました。震度3を観測したのは水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市。震度3を観測したのは水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市です。失礼いたしました。はい、ということで地震速報でございました、はい、というあたりでじゃあ次のパートいきましょうかね、はい、デュシャン特集、はい、後半、あ、次のパートです、はい、デュシャン、その魅力をキーワードから考える。はい、ということで先ほどからちょいちょいちょっとね、はい、触れるちょっと確信に触れるようなところもありましたけど、はいはい、デュシャンの魅力、山田五郎さん的にそのさじ加減、さじ加減ですね、うん、だからそのさっきも言ったように、うん、こ言葉で解説しないと成り立たない作品なわけじゃないですか、コンセプチュアルなんだから、だけど自分じゃ最低限しか言わないんですよ、うん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 、この加減あで とかそのさっきも言ったようにね、はい、その絵画作品をブルジュア的なものとして否定するようなね、うん、共産主義的な考え方のブームっていうのは背景にあるのはよく分かった上で、はい、そういうことと関係なくこう勉強を出してくる、はい、でそれについては特に思想的なことは言わないみたいな感じ、うん、で周りが汲み取ってくれる、汲み取ってくれる、でちゃんと場を空気読んでるわけ、うん、例えばあのローズセラビっていうのがね、はい、ただのデュシャンの女装ですよ、女装作品というか女装作品、ね、うん、単にデュシャンが女装してるだけの、はい、でローズセラビ、うんうんうん、バカじゃないですか。まあその、ね、私それだけ取ればただの、え、お前の趣味だろみたいな。お前の趣味だろってさ、うん、いいおっさんが何してるんだって話じゃないですか。でこれを最初にやったらそうなりますよ。だけど、デュシャンはすごい、この便器とかで、うんうん、デュシャンはすごいがあっての女装になると意味が変わるじゃない。だから自分自身がまとうそういうこうなんていうかな文脈も分かった上で、うん、分かった上で、うんうん、でちゃんと順番も考えてるわけですよ。女装先便器後だったらダメですよこれ。ああ確かに確かに。便器先女装後ですよこれ。そうか。だから言葉にいちいちしなくても自分のキャリアの積み重ねがあるから、はい、意味が変わってくるわけ。それで同じことやってもしかもそれってすごいやっぱりデュシャンっぽい考え方ですよね。デュシャンっぽいですよ。外側にちゃんと意味が変わってくる、はい、例えばあの彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえもにも出てくる、ね、あのチョコレートマサイキってあるでしょ、はい、あのチョコレートこう、はい、カカオを砕くようなロールが3つついたやつ、はい、あれなんて単に俺形が面白いとかかっこいいから、うん、さあの絵に描いてたと思うんですよ散々ね、はいはい、でもともとあの独身者大ガラスとは関係ないところで作ってたわけですよ、うんうん、だけどあれ大ガラスにちょっと入れたのかってする入れるじゃない、うんうん、これね、はい、そうするとなんとなくその独身者の欲望を回転しながら加速させる機会ではなかろうかみたいなタイトルがついてますしね、うん、なかろうかみたいな読みが生まれちゃうじゃない、はいはいね、これどんどんこう
カカオを砕いていくと、うんうん、粉になって最後は油がドロッと出る、うんうん、というのはそれはその精液ではなかろうかだの、いろいろだろうだろうなって読みができる、読みができるけど元は全然関係なくここに作ってたやっぱりその回転のドラムがね、うん、さっきのね自転車のねその車輪も、まあ、単に回転するのが好きなだけだ、回るもんが好きなの、 あのぐるぐる回る渦巻き、うん、それこそそのキネティックアートも作ってるじゃないですか、それを工学的だのなんだのって言ってくれるわけですよね、うんうん、言ってくれる、はい、オプティカルアートとか言うてくれるわけですよ、そこででもやっぱり、うん、そのさじ加減、まあ、悪質なさじ加減、うん、そのやっぱりタイトルと、うん、その連想の、うん、そのなんていうかな、この物とそのタイトルの距離感が絶妙じゃないですか、絶妙ですよ、そのトイレで泉、泉これでも、はい、だからあの写真で一言みたいなセンスっていうか、なんか分からなさすぎないっていうか、そうそう、絶妙に想像力は刺激するわけよ、でも答えは出してこない、うんうんうん、そうか、分からなさすぎないってこれ、うん、そうかもしれないですね、大事、うん、そのさじ加減だと思います、ね、また日本語に訳す時もいろいろ皆さん考えちゃうわけですよ、そうとか、まあ、年によって変わるよね、最近あの遺作は落下する水じゃなくなったね、落ちる水、うん、1落ちる水、うん、2照明用ガスが与えられたとせよ、ね、泉もまた噴水じゃないかっていう話も、ね、はい、ありますからね、でもその訳し方っていうかその言葉そのものも、ね、その作品の一部っていうことだから、うん、やっぱそこをすごく気使うべきところですもんね、やっぱね、うん、でこのやたら作品になんとかあるいはとかなんとかまたはって付け出すブームってジュシャンですよ、はいはい、あ今でもあるでしょうね、今でももうありまくるでしょ、ありまくるでしょ、ありますもんね、うんうんうん、なんか難解な作品用とすると、はいはい、一つのマイクあるいは取り留めのない会話みたいな、そんな、うん、俺も曲名そういうのしようかな、うん、ライムスターの曲ちょっと難しくなさすぎる、うん、なるほど、でそのデュシャン、まあ、特に、まあ、でもそういうとなんていうんですかね、前衛的なというか、うん、デュシャン的なスタンスの人って、まあ、他にもいたりはするんですよね、あのね、例えば僕は同じダディ、はい、サルバドール・ダリーも変なこといっぱいしてんじゃないですか、裸の女の人にザリガニ乗せてみたりとか、はい、やってるじゃないですか、はいはい、であれね、やっぱりねキッチュになっちゃうんだよね、あそのなんつうんですかね、ちょっとこうちょっと俗っぽい、うん、ちょっと俗っぽい安っぽい感じになっちゃうね、うんうんうん、ある意味言うとギミック、デシャンってちょっとやっぱかっこよくて値段が高そうな感じのところに止めとく、またこのさじ加減がすごいうまいんだよ、下品にいかない、例えば裸の女の人出しても、はい、裸の女の人と2人でチェスしてる写真とかさ、はいはい、ちょっとスタイリッシュ、ちょっとおしゃれじゃん、おしゃれ、うん、カフェ入ってんじゃん、あれだけどザリガニはね、ダリはやっぱりこの居酒屋入っちゃうんだよ時々、なんか女体盛りみたいに、女体盛りみたいな激しさがありますよね、そうなっちゃう、なっちゃうと得てしてね、やりすぎんの、そのダリは、まあ、ダリのその味の濃い感じも、まあ、もちろんダリの持ち味、まあ、居酒屋行きたい時もあるもんなるほど、はい、やっぱその絶妙にこう交渉に見せるその余地を見せているとかそういうことですかね、うん、これずるいよ、うんうんうん、あと本人がかっこいいんだもん、あかっこいい、私買っちゃいましたもん、写真デュシャンのデュシャンの写真を買ってるの、はい、いつも3枚絵はがきを買うんですけども、はい、美術店に行くと3枚チョイスするという彼女の印象があって、思わずこの1枚をデュシャンの横顔、あデュシャンがパイプ吸ってるやつ、はい、かっこいいんだもん、かっこいいよね、はい、これデュシャン三兄弟の中で、ね、一番やっぱりイケてるんだよ、素敵ですよね、はいはい、このイケメン、まあ、イケジー感がね、はい、やっぱその自分のそういうイメージもやっぱ分かってる、コントロールしてる、であとさ名前もさデュシャンっていいじゃん、まあ確かにそればっかりはね、デュシャン、うん、だけどお兄さんは三兄弟の一番上のお兄さんはデュシャンが嫌で、はい、ジャック・ビヨンっていう全然違う名前にしてるんですよ、全然でもこれがデシャンがジャック・ビヨンだったら全然違うでしょ、マルセル・ビヨンだったらダメでしょ、ピンとこないですね、2番目のお兄さんは、うん、中を取ってレーモン・デュシャン・ビヨンって言うんだけど、うん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 、で3男がマルセル・デュシャン、うんうん、やっぱデュシャン・デュシャンそれこれはちょっと山田さんのなんか言い方の塩梅じゃないですか、これね俺マジあると思うよ、うんうん、
この人はやっぱアメリカで受けたわけ、はいはいはい、でアメリカから見ればこの人はパリの最先端のあれを運んできてる人なわけ、そうで名前がやっぱフランス人っぽくないとまずいわけ、このシャムは相当フラン、デュだし、デュ、シャム、うん、あとマルセルですもんね、マルセル、うん、デュシャン、これがなんかジョンとかそういうアメリカにもあるような名前じゃなくてっていう、ダメだと思うよあ、でも確かにそこでそのアメリカで成功したし、うん、っていうのは、ま、結構おっしゃる通りかもしれないですね、しかもポップアウトのなんていうか土壌があるとこっていうか大衆、うん、大衆ぽいぽい、このフランス、うん、フランスってマルセル・デュシャン、うん、なんかショーン・マクアドルとか K とか言うとアメリカって思うじゃん、うんうんうん、それと同じ、なるほど、だそのやっぱそのアメリカに行くと、そのさっき言ったデュシャンが自分の先の順番も分かってるように、アメリカに行くと俺ちょうどいいっていうようなとこもやっぱ見つけてる、うん、見つけたんだと思う、うん、パリだったら多分ダメだったんですよ、ね、本来もともと受けてないわけだからね、うん、パリでは受けてない、ない状態なわけです、パリはもうキュビスムバリバリでピカソとかブラックがいるし、はいはいはい、そっかそっか、だからやっぱそういう意味でもちょっと自己プロデュース力にすごく長けてるという部分が長けてる、うん、でもその自己プロデュースっていうのがすごくやっぱり20世紀以降的っていうか、うんうん、感じですもんね、うん、まさにポップアートの先取り、うん、あとやっぱり先ほどから言ってるちょうどいい分かりやすさと分かりにくさ、分かりにくさ、この幅の感じ、これは本当に憎いよ、うまいなって、うん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 、なんかさパリの空気 50cc だっけ、はい、あるじゃないですか、ただのガラス瓶、うんうんうん、ね、富士山の空気の缶詰みたいなの先取りですよ、はい、あれもさ、もうなんだよと思うけど、はい、あのガラス瓶がちょっとかっこいいじゃん、パリっぽいあれパリっぽい、パリっぽい、なんか勝手なイメージ、フランスっぽい、医療用のやつなんですよねなんかだからやっぱさっき言って、物としてのフェティッシュもちゃんと分かってる、分かってるんだよ、だからやっぱりそれが本当に間違いなく選択されてますよね、うん、やっぱ かっこいいし、おしゃれですよ、うん、ちょっと置いときたい感があるんでしょ、あれちょっと自慢したいでしょ、富士山の空気の缶詰よりかっこいいでしょやっぱりかっこいい、そう考えると本当になんかデュシャン的なことを誰でもできそうなのにできないんだよこれがっていうことなんですね、そういうことなんですよ、やっぱあの顔とこの名前と、あのセンス、はい、で僕もそのさっき のチェスのね、その解放というか彼なりのあれのやつがすごい好きだって言いましたけど、うん、そこでやっぱりあやっぱ踊らされてると同時にあのこう箱セットもやっぱり、うん、あのトランクと同じでちょっとやっぱ物の可愛さとして欲しいでしょ、このポケットチェスセットとかも欲しいじゃん、うん、普通にいっぱい細かい可愛いものが入ってる可愛さ、あのドンペリニオンの箱とかもそうなんだよ、いっぱい中に細かいセットが入ってる可愛さみたいな、何このなんか雑貨感みたいな、ね、あれ雑貨感あるよね、ありますあります、なんかだからそこもっていうのは確かにそうだなと思いました、ね、うん、やっぱり、うん、だから絶対、でしかもこれもさ、ドンペリの箱に入れてくるじゃん、そうなんですよ、はいはい、これが、これがこの微妙なスノッブ、ビスケットだったらまた全然違いますよね、違うよ、ドンペリの箱っていうのがまたおしゃれ、うんうん、なるほどな、これでもぜひまさにだからその今回展示されてるやっぱ物として見るね可愛さ、うん、これぜひちょっと味わっていただきたい、はい、うん、東博行ってね味わっていただきたいと思います、はい、さあということでなかなかちょっとデュシャン分かったような気になってまいりました私ね押し気味で来てますよ、はいはいはい、ということでここまで見てきて改めてデュシャンという存在、はい、山田さんからこう総括というかまとめるならばどんな感じでしょうか。僕にとってのデュシャンはやっぱり偉大なる詐欺師ですね、うん、あのキングクリムゾンの曲でグレートディスイバーってあるんですけど、うんうんうん、デュシャンのことだと思いますよ、まさにそうです、はい、でも詐欺師であり同時にやっぱりその、ま、あの無邪気にこういうのあのなんていうフェティシズムをチョイスしてるところもあるけど、うん、やっぱりその芸術っていうもの自体の詐欺感っていうか、はい、その価値をものすごく足してんじゃん、うん、お前らっていう、そうなんですよ、暴いちゃってるとこもある、暴いちゃってる、うんうん、そこがまたうまいみたいな、どう、うん、何これ何重にもこうぐるぐる回るよみたいな、うん、この詐欺師め、しかもその詐欺師め、しかもなんていうか概念そのものがやっぱりフレッシュな作品だからいつも古びないですもんね、うん、古びないずるいことに古びないんですよ、そしてその例えばそのガラスのあれにひびが入っちゃったら、うん、いやそれもありなんだとか何でも言えるじゃないですか、何でも、OK、この人の場合、うんねうん、あの何が起こってもね、本当に何が起こっても OK なの、全部すごいよ、対応できるわけですよ、うん、今回だからその便器を丁寧に、ただの便器を丁寧に運んで、いやただじゃないって、ガラスで
あれして、それで新しい意味が出ちゃったじゃない、またそこに。ね、だ日比さんのそのポンピドゥ行ったらなかった。上野にあるんじゃん。これすごい。デュシャン作品じゃん。それ作品。超デュシャン体験っていう感じ。2018年になってまでも、その価値はどんどん高まっているというか。高まっているっていう。何でもできちゃうんだよ。この方法を考え出したっていうのがすごいよね。はい。といったあたりで多分松島さん的にはそのデュシャンとはコンセプトだっていうか、デュシャンの凄さっていうのはという部分をさらに際立てるためにこの組み合わせってことなんですかね、というあたりで、はい、今回最後のパート行ってみましょうね。はい、はい、デュシャンを通して日本美術を考える、はい、ということで、なぜ東博でデュシャンかというところで、やっぱり松島さんのコンセプトっていうのもあるわけですよね。そうですね、あの、うん、先ほどね最初にその経緯はお話ししたんですけど、もともとなんで東博でデュシャン展をしたかったのかっていうのは、はい、要はデュシャンっていうそういう、うん、本当にこう面白いかっこいいおじさんの作品を見て、うん、はい、デュシャン脳に皆さんなってるわけですよ、ね、すっかりなったところで、うんうん、そこで日本美術を見ていただいたらどんなことが起こるのかっていう風な考えです。あの、うん、本当にあの比較対象して、うん、李さんより李休の方が400年早いとか、うんうん、優れてるとか、日本美術はコンセプトアートだとか、そんな表層的なことを言いたいわけじゃないんですよ、うん、そういうことではなくて、うん、そうなんだ、そうなんだ、ごめん、どっかそば黙っといてくださいだから本当にやっぱりディシャンは皆さん本当にいろいろ物を見て考えられるじゃないですか、ね、やっぱりあの展覧会で美術館や博物館でケースに入った日本美術、まあ、古美術をご覧になるっていうことは、もともと日本 の, あの作られたものは道具であったり調度であったりするわけで、ケースに入ってそれを卑しくまあ見て考えるようなもんではないと思うんですよね。なるほど、もともと、で、まあまあ東博はっていうのもちょっと言い過ぎかもしれませんけど、あの例えば国宝だ、重要文化財だ、あるいは教科書に載ってる、それを見て確認して安心されるのもいいんですよ、でもあの別に今回もともとの意味を知ってほしいでもないんです、だからディシャンの脳になった視点を持って日本美術ケースの中のを 見ると、これがなんでこの黒いゴツゴツした茶碗が美しいって考えちゃうんだろうとか、このなんかピカピカしてるけどあのひびの入った竹が花入れとして、なんで今も茶室で使われるね、あの格式のあるものって感じちゃうんだろうとか、そういうそのきっかけとして、まあちょっと言葉悪いですけどディシャンを使わせてもらって、ディシャンを通してその他 の, その作品とかを見るその見方みたいなとか考え方みたいなものを分かりやすくこう浮かび上がらせるいい機会だっていうようなことですかね。ディシャン の, そのレディメイドの考え方、その通してどういうことを考えてたかっていうのから日本美術をこうすり合わせていくっていうより、そういうある意味自由な、もう勝手にね鑑賞者が皆さんがディシャンを勝手に考えてるわけですよ本当は、本当は、でそういう意味で日本美術も普段ね総合文化展という常設展で東博であの展示してる品物を特別展示室に持ってきてるんですけど、それをあの見ていただいたら、ただやっぱりこの花入れも、あの長次郎の黒楽茶碗も、まあ、私から見るとかっこいいんですよ。かっこいいよ、やっぱりすごい惹かれるんですよ、はいはい、でもただの土って言っちゃそうだし、ただの竹って言っちゃそうだしっていうのを考えていただくきっかけになればなっていうところから始まります、松島さんのね、いつもこ の, あの番組 の, あの僕の番組来ていただいて解説していただくとき、前僕すごい好きだったの黒田正規展とかもそうですけど、そのもう評価が固定されているように見えるものを、なんかこう無条件に ありがたがるって見る、まあ、それもいいんだけど、じゃなくてあのちゃんとそのなんていうかな、その新しい視点っていうか、それを毎回その松島さん、あの毎回どの展示もあの持ち込まれようとしてるなっていう、ぜひあの私が行ったからとか先生が行ったからじゃなくて、ご自身でこうだ、これがいいね、あれがいいねっていうのを考えてもらえればなっていう、
きっかけになればっていうところです。なるほど、これどうですか松島さんのこのコンセプトは。俺はその前から松島さんに怒られてるんだけど今松島さんが言う一番薄っぺらい解釈をこれ読んでたの ね、 ねだからもう400年前に利休がレディメイドやってるぞっていう話じゃないのと思ってる、で松島さんにあそこは黒楽じゃなくて井戸茶碗だろっていうのをずっと言って嫌われてん の、 あの井戸茶碗っていうのはあの朝鮮半島で普通に使ってた雑記じゃない、うんうんうん、それを日本に持ってきて、うん、なんかすごいものみたいに銘をつけてね、銘もね格式が一番高い茶碗ですから、全然もう大変なものになるって、これがレディメイドなんじゃないの。それはそうなんだけど、うんうん、それでは分かりやすすぎると、うん、あなるほど松島さん的には、ねうん、それって本当にある意味短絡的じゃないですか。短絡的ですよ。違うんだと、うんうんうん、なんで俺がここに黒楽置いた意味がお前分からんのかってだんだん言われてるんですよ。でもやっぱりその、 あの今回の展示通じてその感じが分かればあの山田さんがおっしゃるようなことも当然、うん、まあ、あのだからこういうふうに考える人もいる、うん、こうやって考える、そういうことそれでだからそれでこう考えてなんでここに黒楽なんだろうと思って、うんはい、でまあ悪くないねみたいなことになっちゃうと、うんうん、もう松島さんの思うツボ、ね、松島マジックに、うん、で 私がね想像してなかったのは、はい、やっぱり東博には日本美術に詳しい方もたくさんいらっしゃって、でそれでディシャンがよく分かったっておっしゃる方もいたので、はあと思って相互にね、ありますよね、こうやって照射し合うというか、ね、いやでもこの組み合わせでこの流れで見れるっていうのはまず他にないわけだし、だから東博でしかできないディシャンっていう、フィラデルフィアでも絶対にできないことなわけだから、だからやっぱり東博でやる意味っていうのをねきっちり落とし前つけたよね松島さん、あのそのつもりでございます。まあその意味でだから他の時段だ踏んでる人もね、まあこれはしょうがない、ちょっとそこはもうまあ掘り下げるなみたいな、お前んとこ竹あるんかって言われちゃうとね。いやでもあのだし僕はやっぱ今回のあれであのデュシャンってあこういうことした人なんだとかいろいろ僕だからフィラデルフィア美術館すごい行ってみたくなりました、あの覗き穴のやつ、ね、すごい遺作ね、遺作はあそこにしかない、ね、見れないから、1落下する水、2照明用ガスが与えられたとせよせよ、うん、いやあれすごい実物で見てみたいなってすごい思いましたし、フィラデルフィア美術館ね、あのロッキーが走っていくとこですよ ね、映画のあれで、ね、あのその階段登っていって、ね、あの大きな建物が下手するとそこで止まりで終わりかねないから僕とかやったー、ね、やったーってやって終わりかねないからその後遺作見て、うん、いやでもそういう意味でも興味湧きましたし、うん、あとそのこの間もあのお越しいただいたんですけど、あの照明デザイナーとかあのやっぱ展示の仕方もすごくあの今回用に凝ってられるんだね、はい、で今回は本当に独自展ですので、うん、あの当館のデザイナーがデザインして照明してますから、あそうか今回はそうか東博のそうか完全オリジナル企画、普段は池田さんとかに、はい、あのやってもらうわけですね、はいはい、学芸員がいろいろ提案指示して照明してもらいますけどね、はいはい、いやということで、いやあのでもすごくあの勉強にもなりましたし、今この短い時間でもあのやっぱ山五郎さんもさすがいろんな指摘で、なんかつかめた今回展覧会あったおかげでね、このマセジさんのアフタヌーンインタビューっていうのがあるんですけど、はい、それの翻訳が初めて出たの、これも松島さんの功績なんだよ。なるほど、今回の展覧会なければこの翻訳一生出なかったと思うんだけど、これは どういう本なんですか。デュシャンの晩年のインタビューを集めたやつなんですけども、はいはい、本当に楽しいですよ、はい、もう半分ぐらい嘘嘘、やっぱりさっきからでトリックスターだから半分以上嘘です、はい、そういうやっぱそのふかしもあこいつまたふかしてんなってとこを楽しむっていう、そこも含めてねすごい考えさせられて面白い、うん、でもふかしまくっても下品には行ききらない、いかないよね、そこなのよ、絶妙憎いね、ね、というこの憎いデュシャン大詐欺師さん、ね、はい、デュシャンとそしてその松島さんのコンセプトをぜひですね、東京国立博物館、ね、行ってたのを味わっていただきたいと思います、うん、はい、いつまで開催でしょうか、デュシャン展、はい、12月9日日曜日まで平成館であの開催してます、もう残りわずかですのでぜひおいていただければと思います。それとですね、はい、うん、今回は音声プログラム配信アプリミミタブっていうのをやってます、要はTBS さんが、はい、あの制作された、うん、あの、はい、であの CM でねずっとやってますね、はい、俺もなんか上の案内やりましたよ、うん、あそうですか、はいはい、キリンの川島さんとかインパルスの板倉さんなどの芸人さんたちが出演して、あの通常 あの作品解説も聞けます、ぜひダウンロードして聞いてみてもらえればと思います、はい、大喜利をして、うん、あだからやっぱ大喜利、うん、やっぱりさっきその写真で一言みたいですねって言ったら、うん、やっぱそういうセンスありますよね、という、まあ、皆さんのそれも楽しみで、楽しんでいただければと思います、はい、いろいろこれででもそれこそ東博としてはかなり
かなり挑戦というか、いや初めてのことです。砕けた砕けた、 あえて音声ガイドっていう形ではやってないわけです、うん、今回は。お、うん、なるほど、といったあたりも、まあ、行けばもう2度3度楽しめるというね、うん、はい、デュシャン展でございました、はい、そして山田五郎さん、もちろん、はい、明日木曜日 TBS ラジオ荒川京慶デイキャッチ、ぜひお聞きください。よかったら聞いてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、毎週拝聴しております。 ありがとうございます、はい、ということで、山田さん、またぜひですね、この番組、はい、この番組割と何でもできる感じなんで、全然呼んでください、はい、ま、木曜日いますから、はい、そのまま、その流れで、はい、はい、ですかね、言ってくだされば、はい、はい、といったあたりで、山田五郎さん、そして、増島正さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、デュシャンの超絶さじ加減を見るのではない考えるな特集でした。明日のこの時間は詩吟特集第2弾です。またうなることになるのか、この後は来週12月5日水曜日のメニュー紹介です。 Station After 66 Junction